はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回やっていくのは東京大学のこの問題、 A 2乗マイナス A が1番の倍数となる3以上9999以下の奇数 A を全て求めよと。この問題非常にシンプルなんですけど、東京大学の問題だけどなんと小学生でも解きうるんです。この問題個人的にもね、思い出深くて、っていうのも小学校6年生の時に、僕がねこの問題に出くわして、無事に解くことができたんです。なので僕の人生の中で最初に解くことができた東京大学の問題ということで、僕のね中ではかなり思い出深い一問になってるんですけど、今回はですね、僕が小学生の時この問題ねどういうふうにね考えていきながら解いたのかっていうことをね思い出しながら解説していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。3以上9999以下の奇数 A、 A は奇数で、 A2 乗マイナス A が1万で割り切れるもの、1万の倍数であるものを全て求めようと。今回は A2 乗マイナス A っていうのが1万の倍数であってほしいわけですよね。なのでまずは A2 乗マイナス A 因数分解してあげましょう。A でくくれて A かっこ A マイナス1と。小学生が特にはね、この因数分解が実は一番の山かもしれません。因数分解習ってないからね。くくるだけって考えたら、小学生でもできるかもしれないです。こういうふうに a×a-1。これが1万の倍数。ということで、1万の倍数っていうのね、もうちょっと分解してみると、素因数分解するよね。1万っていうのは10の4乗なわけだから、2の4乗 ×5 の4乗と。すなわち、a×a-1 が2で4回、5で4回割れればいいよと。で、このね、a×a-1 の形にしたね、因数分解した最大の理由っていうのが、この a と a-1 に分けて考えることができるということですよね。このように分けることによって、2の4乗と5の4乗、2が4つ、5が4つ、これを a と a-1 にうまく振り分けていくと。これを考えていけばいいというわけですね。例えばね、2の4乗を振り分ける場合に、A が2の倍数で、A-1 が2の3乗の倍数、2ね、3回割り切れるっていうふうに考えたら、合計掛け合わせてあげると、2の4乗で割り切れるよねっていうことですよね。これをうまく振り分けていきましょうっていう話。で、ここでね、2の倍数と5の倍数について見ていきたいんだけど、先ほど、A は奇数であるっていうことを思い出してあげれば、A は2で割り切れませんよと。一方で a-1 は、ね、奇数引く1っていうのは偶数になるわけだから、 a-1 だけが2を素因数に持つと。ということは a と a-1 見てあげると、ね、どう振り分ければいいかなって考えたら、2は全て a-1 の方に振り分けてあげましょうと、ね、2は全部こっちだよと。じゃああとは5をどのように振り分けていけばいいのかと。ね、2は2の4乗を a-1 に振り分けるけど、じゃあ5はどういうふうに振り分けんのっていうことが残るわけですよね。これもしかしたら a の方に5がね全部振り分けられるかもしれないし、 a の方に5が2個、 a-1 の方に5が2個振り分けられるかもしれないし、これはちょっとねまだわかりませんと。じゃあこれね、どういうふうに考えていけばいいのっていう話なんですけど、ちょっと実験してみましょう。ね。例えば、じゃあ A が5の1乗、ね、5の倍数で、A-1 が5の3乗、125の倍数であるっていうふうに考えた場合、何が起こるのかっていうことなんですけど、A って5の倍数で、A-1 も5の倍数。あれ？ 5 の倍数の1個手前も5の倍数になるのか。これ、ありえないな。っていうふうに気づいてほしいんですよ。ね。5の4乗を振り分けるときに、どっちも5の倍数になるように振り分けちゃったら、これってありえないですよね。A と a-1 って隣り合う数なわけだから、片方5の倍数だったら、もう片方絶対5の倍数にならないな。ということは、ね、この5の1乗、5の3乗みたいな感じで、両方に5を振り分けるんじゃなくて、A の方に5の4乗を振り分けるか、a-1 の方に5の4乗を振り分けるか、このどっちかだなっていうことは分かるはずなんですよ。これはね、小学生レベルだったらもうこれでいいわけなんですけど、一応記述でね考えてあげる場合は a と a-1、
は互いにそう。共通因数を持たないんですよね。まあ、隣り合う。二つの数だから互いにそうっていうふうに言えると。だから5の4乗を振り分けるとしたら、A に5の4乗を振り分けるか、A-1 に5の4乗を振り分けるか、この二択なんだっていうことが気づけるわけなんです。じゃあ、あとはそれぞれの場合について考えていきたいんですけど、まず A-1 の方に5の4乗をね、振り分ける場合について考えてみましょう。これは非常に簡単だから。なぜかというと、この場合っていうのは A-1 は2の4乗、まあ、すなわち16の倍数でもあり、5の4乗、625の倍数でもある。ということは、これは A-1 がね、2の4乗かける5の4乗。まあ、だからもともとね、これ1万。A-1 が1万の倍数であると。こういうふうに言えるわけですよね。じゃあ、そういう場合あるの？っていう話なんですけど、A は3以上9999以下ということを思い出してあげればないですよね。一応記述しておくと、まあ、A が3から9999なわけだから、A-1 っていうのは2以上9998と、この範囲に1万の倍数はありませんよっていうふうに言えるわけです。ということで、残ったのは、A-1 が2の4乗の倍数で A が5の4乗の倍数と A が5の4乗の倍数 A-1 が2の4乗の倍数となるような A を見つけてあげてくださいねとこういうふうにもともとね条件を言い換えることができるわけです。まあ、あとはこれに集中すればいいわけですね。じゃああとはねこの A の求め方なんですけど、まあ、高校数学を学んでる場合は、例えばこういうふうにできる。A が5の4乗、まあ、625の倍数なので、A っていうのは 625K というふうに置きますね。で、一方で A-1 が2の4乗、まあ、16の倍数なので、A は 16L たす1とも置けますよね。A っていうのは 625K とも 16L プラス1。とも置けるので、結局これがイコールで結ばれる。625K イコール 16L プラス1。まあ、この K と L は共に整数なんですけど、これを満たす K と L を求めてあげてくださいね。まあ、完全に一次不定方程式ですね。これを解いてあげれば、もうね、難しいことはないわけです。まあ、ただ、まあ僕がね、小学生だった時は一次不定方程式とか言っていうのは解けなかったので、まあ、別の方法を考えたと。まあ、どういうふうに考えたかというと、これをちょっと条件をね、言い換えてあげたと。どのように言い換えたかというと、A は625の倍数、まあ、5の4乗の倍数だからね。っていうのと、A-1 が16の倍数っていうのは、A は16で割ると1余りますよと。ね。A-1 が16で、16の倍数なんだから、A は16で割ると1余ると。こういうふうに言い換えてあげて、これを満たす A を求めてあげてくださいと。まあ、こういう形の問題だったら、中学受験では品質なんですよ。どういうふうにすればいいかというと、まずは解を1個見つけてあげると。このね、解を簡単に見つけることができて、まあ、625の倍数、で、625を16で割ると、余りが1になるね。625÷16 っていうのが、39余り1になるわけだから、まあ、その解のうちの一つは625っていうのがすぐ見つかると。ね、これが625の倍数で16で割ると1余りますよと。こっから先はもうね、625と16の最小公倍数の1万ずつ増えていくと。まあ、そういうね、周期で A が出てきますよっていうのがわかるんです。まあ、なぜかというと、この16で割ると1余る数っていうのを列挙していくと、まあ、1、17、33、点点点と、ね、16ずつ増えていくわけですよね。16、16と。で、625の倍数とね、まあ、被るものっていうのが、一番初めに出てくるのが、先ほど見つけた625ですね。625っていうのが、この625の倍数の列と16で割ると1余る列の共通部分。これが出てきますよと。じゃあ、この先はどうなるのかっていう話なんですけど、下の列はプラス16、プラス16というふうに進んでって、上の方はプラス625、プラス625と、
どんどん足されていくわけだから、次同じ数がね来るのはどういう時かって言ったら、625周期と16周期のものがちょうどまた重なる時、まあ、625と16の最小公倍数ですよね。結局プラス1万されると。なのでまあ、A のね一つの回625っていうのが分かったら、その次の回はもう16,25になっちゃうんですよ。この時点で3以上9999以下の縛りを超えてしまいますよね。ということで以上の議論から答え A イコール625のみが答えになると、こんな感じで求めることができるわけです。この問題の解法をまとめると、まずは a2乗-a を因数分解して1万のね2の4乗と5の4乗を振り分けてあげると、この時 a と a-1 は隣り合ってるわけだから、片方5の倍数だったらもう片方5の倍数じゃないよねっていうことに着目してあげることによって2パターンのね分け方が出てくる。でも a-1 が5の4乗の倍数だったら a-1 が1万の倍数になっちゃって答えはない。じゃああとは A が5の4乗の倍数で A-1 が2の4乗の倍数となる A を探せばいい。で、一次不定方程式を解くこともできるんだけど、まあ、小学生のね、僕はこういうふうに考えたと。625の倍数で16で割ると1余る数っていうのを探せばいいんだなぁと。じゃあそれっていうのを解まず1個見つけてあげたら625。じゃあその次はって言ったら625と16の最小公倍数で1万足されるわけだから、あ、じゃあこれしか答えになんないんだなと。こんな感じで、この東京大学の問題を、まあ、小学校の範囲、まあ、因数分解だけはちょっと厳しいかもしれないけど、それがね、小学校の範囲で解くことができるわけです。よろしいですかね。ということで、今回東京大学の面白い問題を解説してきたんですけど、今後もね、こういった面白い問題をたくさん取り扱っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。